3月17日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。低気圧や前線の影響で北日本では雨や雪が降り出し、風も強まり荒れた天気となりそうです。また西日本も前線の影響で広く傘の出番となりそうです。それでは天気の流れを見ていきましょう。朝は東北地方晴れるところが多いですが、だんだんと雲が厚みを増し、北海道日本海側では雪、さらに東北では雨が降り出す予想です。九州は朝から雨が降り、中国、四国、近畿もだんだんと傘の出番となりそうです。お出かけには雨具をお持ちください。東海から関東は比較的日差しが届き穏やかな天気です。それでは気温の予想を見ていきましょう。朝から関東特に日差しのパワーで気温も上がりそうですね。前日と同様20度前後まで上がり、春本番の陽気となりそうです。また東北や北海道もですね、雨が降り雪が降りますので、風による体感の変化にご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。